アラカン世代のための20歳若返る超健康法5、間欠的ファスティング中の食事の仕方。こんにちは、高宮幸明です。生きがいダイエットという食事法の開発者で、この生きがいダイエットという本の著者です。どうもよろしくお願いします。今日はですね、この間欠的ファスティングをやっているときに、1日2食を食べるわけですよね。朝食抜きで昼食と夕食ということなんですけども、じゃあその時に何を食べたらいいのかという話をしたいと思います。で、間欠的ファスティングをやっているときは、いろんなね、ちょっとやり方があって、でこの2食に何を食べるかに関してもいろんな説があるんですね。で中には別にもう1日16時間さえ空ければ別にあと何を食べてもいいという考え方もあるんですけども、それはね、一理あるんですよ。例えばその結局空腹時間を設けることによってオートファジーが働くので、それ自体が老化をストップするから、そこをやっぱりこう最優先することが大事。要するに食事のね、中身にこだわるよりはまずはそこをやる方が優先順位としては高いということで、そういうふうに言う人もいるんですよね。っていうのはあんまりね、あれもこれもあれもこれも考えるとできないじゃないですか。なのでまずはね、もう最低限やってほしいということで、この16時間の空腹時間を設けるということで、他のことはね、とりあえず置いといてあんまり気にしなくてもいいですよっていう考え方ですよね。ただやっぱりね、厳密に考えたらそれはこだわればこだわった方がいいわけですよ。例えばね、僕それ例えばこの他のその2食に何を食べてもいいという、何を食べた場合でもね、ある程度の効果はあると思います、老化をストップする。ただこのただ老化をストップするだけじゃなくて、さらにね、若返るというねプロセスまで考えた時に、やはりその2食に何を食べるのかというのがすごく影響するのかなというふうに私は考えていますね。はい、では16時間断食中の2食に何を食べるかなんですけども、生きがいダイエットとしていくつか見ていくポイントというのがあります。そのうちの一つがまず栄養バランスですね。でこの栄養バランス、特に1日3食食べるときと2食ではそれが変わってくるんで、この2食でいかにしてこうしたあらゆる栄養素を取っていくかということをやっぱり考える必要があると思いますね。で一般的に我々が必要な栄養と言われているのが、タンパク質、脂質で炭水化物、糖質ですね。であと、ビタミンやミネラルで、これらをバランスよくその2食の食事の中で吸収していくということがポイントになってくると思います。でタンパク質、特にね、私の場合は植物性ということなんですけど、ちょっとこの話は後でします。でもう一つのポイントが長寿食ですね。この長寿食というのはいわゆるブルーゾーン、長寿地域と言われているところで食べられていた食ですよね。日本で言うならば沖縄とか、あと長野県とか滋賀県とか、日本の中のブルーゾーンがあるというふうに私は考えているんですけども、そういう人たちの食生活を総合的に分析したときに、こういった要素が考えられるなというふうに思いました。一つが発酵食品ですね。でもう一つが食物繊維。これは腸に優しい3つの食習慣の中でも挙げた2つですね。でさらにオーガニック、やはりですね、ブルーゾーンの人たちっていうのは自分たちで野菜とか穀物を作ってる人が多いんですよね。いわゆる自給自足的暮らしなので、当然オーガニックな自然なものを食べています。でこれもいろんな意味でね、やっぱり長くこう食べる場合、毎日食べる場合は体に影響すると思いますし、もう一つの点で、特に生きがいダイエットというのは個人の幸せと社会の幸せ、
まあ、これも後で詳しく説明しますけども、まあ、幸せの三方よしという考え方があって、その観点で言ったときに、やはり社会の幸福度を上げる上で、オーガニックというのはすごく重要なんですね。キーワードですね。これはもう気候変動対策とか、いろんな面ですごく重要なことだと思います。で、あとですね、このプラントベースドダイエット。まあ、いわゆるこう植物性を中心とした食生活ですね。これもブルーゾーン の、 ほとんどの地域がそうなっています。これは完全にベジタリアンになるというわけではないんですけども、まあ、肉とかはやっぱり少ない、その食べる頻度が少なく、通常やっぱ豆とか、まあ、ナッツ系ですね。そういった植物性のタンパク質を取ることが多いです。でね、これも実はその、まあ、デイビッド・シンクレア博士なんかも言ってるんですけども、動物性のタンパク質を取りすぎるとそれ自体が例のこの長寿遺伝子と言われるサーチュインのこう働きを、ね、抑制したりするということがあるんで、まあ、そういった部分でこの長寿地域の人たちがプラントベースドダイエットをずっとやってきたことはね、やっぱ科学的にもすごく今はこう注目されているところですね。で、続いてこの深度富士と一物全体食ですね。あの深度富士というのは、まあ、地産地消、まあ、その地域のものを食べる、あと、まあ、季節のものを食べるというそういった考え方ですね。で、一物全体食というのは、あの食べ物をあのまあ、一つ全体としてね、多分魚なんかの場合はあの、まあ、尻尾から頭まで全部食べられるような小魚を食べたりとか、野菜だったらこの皮までね食べるとかって、そういう考え方ですね。で、これはあの日本のいわゆる自然食運動でとてもよく出てくる考え方なんですけども、もともとはあの精進料理の考え方ですね。あのいわゆる禅とかで実践されていた精進料理なんですけども、ちなみにね、まあ、禅の、僧侶も、ね、含めてお坊さんっていうのは結構長生きで有名なんですよね。そういう意味で言えば精進料理も長寿食として捉えてもいいと思っています。で、この、まあ、考え方をですね継承したのが食用会という団体が明治時代にできたんですけれども、でその中に桜沢幸和さんっていう人がいて、で桜沢さんがマクロビオティックというものを作り上げてですね、で、まあ、世界に広めたわけですよね。でそういう意味ではマクロビオティックの考え方の中にもこの深度富士と一物全体食っていうのが入っていますね、はい。で続いてが孫は優しい子なんですけども、ちょっとこれについてはこの後お話しします。なのでこの2食に何を食べるかという時に、こういった長寿食のこう要素と栄養素のバランスということをこう考慮しながらメニューを決めていくという感じですね、はい。孫は優しい子、この孫は優しい子というのは、まはまあ豆ですね。豆類。で、ごがごま、あるいはナッツとか種類、まあ、パンプキンシーズとかね、ああいうかぼちゃの種とか、そういった種とナッツ類。で、わはわかめ、まあ、海藻ですね、昆布、海苔。で、やが野菜。で、さが魚。しがしいたけ、まあ、きのこ類全般ですね。で、いが芋類ですね。で、子が穀物ということで、この孫は優しい子を食べることで、先ほど述べた栄養のバランスが非常に取りやすくなるんですね。で、まあ、例えばこの豆類には当然タンパク質が豊富ですし、このナッツ類ですね、ごまとかナッツ、シード類にもタンパク質が豊富で、この両方を取ることで、アミノ酸のバランスも取れるんですよね。豆類にあるアミノ酸とナッツ系のアミノ酸はちょっと種類が違うんで、両方取ることでそこのバランスが取れる。で、特に植物性タンパク質を中心に取っていく場合、
このナッツ系と豆類の、まあ、バランスというのがすごく鍵になってきますね。で、この海藻ね、まあ、海藻なんかはマグネシウムとかがすごい豊富なんで、これは当然カルシウムのやっぱ吸収とかを助けてくれたりとか、いろんな意味ですごくいいですし、で、あとそう、食物繊維、もう一つのポイントが食物繊維なんですけども、本当に孫は優しいの中に食物繊維が豊富なものが多いですね。豆とか野菜とか、穀物の特にその玄米とかそうですので、そういう意味では孫は優しい子を食べることでかなり腸にも優しく栄養のバランスも取れるということですね。で、鍵はですね、多種類のものを取って、野菜って言ってもできるだけ多くの種類の野菜を食べるのが鍵ですね。で、やっぱ季節の野菜でその時期取れる野菜をいろんな種類のものを食べていくというのがポイントになってくると思います。で、魚ですね。で、魚に関してはできれば小魚で、一つはですね、いわゆる青魚と言われる、まあ、そのイワシとかサバとかにはオメガ3脂肪酸が豊富だと言われていて、そういう意味で魚を食べることが栄養的にはねすごくいいんですけども、もう一つが先ほど言った一物全体食の観点からも、魚を一匹丸ごと食べる方が全体のエネルギーを吸収しやすく、その分栄養素もねバランスを取れたものが吸収しやすいのでいいということ。でもう一つがね、これすごい重要なポイントなんですけども、いわゆるまあ重金属とか放射性物質汚染が少ない、食物連鎖の関係上大きい魚になればなるほどいろんな種類の小魚を食べているんで蓄積されるわけですね、こういった重金属とかが。だから小魚の方が安全で、実はね、この特に放射性物質とかに関してはほとんどテレビとか、あるいは最近はもう本とかでも皆さん語らないですね。やっぱこう語れないというところがあるみたいで、でもやはり食べる側から考えたらやっぱ無視できないポイントだと思うんですよ。だから魚を食べるのは、まあ、栄養的にね大事なんだけども、やっぱりここの問題が日本の場合あるんで、ここはやっぱりね考えた方がいいと思います。なので、まあ、自分でねいろいろ調べて、できるだけ放射性物質汚染が少ない魚を選ぶということがポイントです。で、もともと孫は優しい子、まあ、以前は孫は優しいって言ってたんですけども、まあ、こういった福島の、ね、原発事故が起きる前にできた概念なんで、当時はあんまり魚ってそういう心配する必要なかったんですよ。でも現在の日本の場合、ちょっと状況が変わってくるんで、あんまり魚を、ね、含めるべきなのかなっていうのもありますね。ただやっぱりこうしたまあ、タンパク質の、その源としてもね、あとオメガ3脂肪酸としてもね、やっぱすごく魚はいいんで、本当に安全なものだったらどんどん食べた方がいいと思います。でブルーゾーンでもやっぱり魚を食べてる地域は多いですね。で次が穀物なんですけど、穀物に関してはやっぱ当然糖質なんだよね。今糖質制限ダイエットがいろいろあって、まあ、賛否分かれるところなんですけど、まあ、茶色い穀物だったらいいんではないかと。でこれは主に玄米とか、いわゆる白米ではない精製されてない、そういった穀物ですね。パンダ、まあ、小麦だったら全粒粉で、これね実は日本の長寿村短命村という本があるんですけども、東北大学のね先生の近藤昌司先生という人が、結構昔なんですけども日本全国を旅して長寿村と短命村を調べたんですね。でそこで主に短命村の食事として挙げられてたのが白米なんですよ。でやっぱり長寿村だと当時はね玄米とかも食べてなかったので、主に麦飯とかね雑穀米とか他の穀物を混ぜていることが多かったんですけども、いわゆる精製された白米だけを食べてたところで結構短命の人が多かったということですよね。だからそういう意味でもやっぱり玄米で、この中でも特に私が勧めるのが酵素
玄米です。で、酵素玄米についてはちょっとね、これまた長くなっちゃうんで、また別の動画で詳しくはね、話したいと思います。で、芋ですね。で、芋に関しては、まあ、特に里芋、山芋、さつま芋と。里芋というのは、パプアニューギニアとかな、あっちの方で常食されて、いわゆるタロ、英語ではタロっていうものなんですけども、すごくね、あの人たちは、こう、やっぱ強靭なね、体をしてますけども、それもこのやっぱ里芋によるというふうに言われているんですよね。あと、山芋は生で食べられる、とろろ芋とかね。で、やっぱ生で食べることによって、やっぱ酵素を吸収できるんで、とてもいいですね。で、さつまいもは沖縄とか、四国、九州の一部で主食としてね、食べられているものなんですけども、まあ、近藤昌司先生が調べた長寿村の中でも、さつまいもを主食にしているところがいくつかあったんですよね。そういう意味では、やはりちょっとね、本州ではさつまいもを主食にするという習慣がないんで、一食、時々ね、さつまいもを主食にしたメニューをね、作ってもいいのかなというふうには思います。まあ、主に自分の場合、酵素玄米ですけども、時々ちょっとさつまいもを主食にしたりもしますね。で、ちょっと例えばですね、ちょっと簡単な例を挙げますけど、まあ、例えばお昼にね、じゃあ何を食べたらいいかということで、基本は一汁三菜。まあ、別に一汁二菜でも一菜でもいいんですけども、できるだけ多くの栄養素を取るということを考えたら、この、まあ、種類、数が多い方が含みやすいということですね。例えば、まあ、酵素玄米を茶碗一杯と、味噌汁一杯、で漬物、生野菜、ナッツサラダ。大体私は生野菜とナッツを合わせたサラダを作るんですけども、あと豆と蒸し野菜。まあ、こうすることでナッツとその豆のバランスが取れるわけですよね。であとまあ酢の物とか。で夕食の場合は、まあ、これも一汁三菜で、まあ、酵素玄米一杯、味噌汁一杯、漬物、煮物。で、納豆料理ですね。納豆は一日一つは食べた方がいいと思ってます。ただ、夜の方が昼よりもいいんですね。納豆キナーゼを吸収する上では夜食べた方がいいんですけども、でもこれもね、あんまりこだわらなくていいんです。別に昼でも夜でもいいんで、1日1回は納豆を食べるようにするといいと思っています。はい。で、あとはおひたしですね。まあ、これあくまでも一例なんで、基本的には、なんていうかな、まあ、昼食と夕食をこうずっとローテーションしながら、極力多くの孫は優しい子で、極力多種類のやっぱりこう野菜とか豆とかをね、どん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 順番にこう入れていくことがポイントだと思います。ですので、まあ、酵素玄米2回書きましたけど、時々そこにね、まあ、さつまいもみたいなのが入ってもいいと思います。あとは、これは基本的に植物性のみで考えてますけども、ここに時々魚とかがね、入ってもいいとは思います。はい。でね、その場合じゃあ週末どうするか。私の場合は週末は断食お休みしてるんですけども、ということで週末はね、3食になるんですけども、この時にちょっとですね、まあ、いわゆる肉系というか、まあ、動物性をね、含めてもいいのかなと。まあ、動物性でも、まあ、鶏肉の方がいわゆる赤身の肉よりはいいと言われているんで、まあ、鶏肉とか、あと、まあ、先ほどの魚とか、まあ、チーズ、卵、まあ、卵もできれば、まあ、平飼い卵ですけどね、まあ、そういったものだったら含めてもいいんではないか。まあ、そうすることで、まあ、いわゆると栄養素的にね、もしタンパク質が足りないという場合、週末でカバーできるっていうのがありますし、あとは、やはりこう自分自身の楽しみというか、全くね、動物性をやっぱ取らないっていうのは、ちょっとハードルが高い人にとっては、週末は食べられるはすごくいいと思いますし、あと前回の動画でも言いましたけども、週末に限定することによって、よりいい肉を買う経済的な余裕ができるわけですよね。例えば鶏肉だって、いわゆる
抗生物質とかね、あのホルモンとか不使用の肉は若干高いんだけども、そういったものを買うだけの余裕ができるということです。でお酒で、お酒に関してはあのいろんな考え方があって、極力アルコールはね取んない方がいいという考え方もあれば、赤ワインなどは、まあ、ポリフェノールとかがあって非常に体にいいという考え方もあって、実際にブルーゾーンの、まあ、サルディーニャ島とかね、あのイカリア島とかでは、あの毎晩赤ワインをグラスに 1,2 杯飲んでいるんですよね。でそういう意味ではグラス 1,2 杯ぐらいまでだったら、まあ、その平日飲んでもいいと思いますし、でただこれ重要なのが8時までに必ず飲めるってことなんですよ。8時以降に赤ワイン飲んじゃうと、それ自体カロリーがありますので、あの空腹にならないんですね。で結構お酒って飲み始めると続けて飲みたくなっちゃうじゃないですか。そういう意味ではね、8時までに飲めるんだったらいいけども、それが難しい場合は平日は飲まないで週末だけにするというのも一つの手です。で特に自分の場合はね、やっぱり時々ちょっとお酒をじっくり夜の10時とかね11時ぐらいまで飲みたい時があるんで、それを週末に持ってくるとちょうどいいんですね。あと他には、まあ、焼酎とかウイスキーはやっぱ糖質が少ない、あの多分っていうか少ないというかないのかな、糖質ゼロですね、焼酎とウイスキーは、いわゆる蒸留酒というものが。そういう意味で糖質制限になるのと、あの日本酒はね、まあ、糖質あるんですよ。ただその日本酒は日本酒で、もともとのその米から作ったお酒なので、日本人に合っている。あとその地酒が手に入るから、新度富士の観点から言うとやっぱローカルなものが飲めるわけですね。でそういう部分での良さがあるのと、あとまあ日本酒の中にはファイブアラというね、あのいわゆる今そのコロナに効くんではないかと言われている物質が含まれていたりとか、まあそれは赤ワインもそうなんですけども、まあそういう意味でもちょこっとね楽しみとして入ってきてもいいのかなというふうに思っています。はい、ということで1日16時間断食をした場合、残りの2食に何を食べるかについて話していきました。で主なポイントとして、まずは栄養素のバランスを考えるということですね。でもう一つが長寿地域で実践されてきた食事法、この、まあ、主な要素を考慮しながら全体のバランスを考えて、その2食でメニューを考えていくというものです。はい、長い間ありがとうございました。改めましてですね、私生きがいダイエットの著者高宮幸明と申します。ぜひともチャンネル登録の方をお願いします。ありがとうございました。